はいどうも、はいはい、今からちょっとこのねワクワクしてる感じ見ればわかると思うんですけどね、何をするか。いやー、滞在コラボ来ましたねー。あのね、なんでね、俺滞在全然知らないんですよ。俺全然滞在ね、残念ながら知らないんですけど、なぜこんなにねワクワクしてるんでしょうね。やっぱりそれはね、なんといっても白猫が好きだからですよ。当たり前じゃないですか。いや、なんかワクワクすんなこれ。いや、いいね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 。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。やるぜ、やるぜ。やりますよ、それは。ちょっと音出そう。新キャラスキル紹介。ちょっとこれ見させてもらって。あー、でも、前半劇。これいいなぁ、メリ、団長欲しいなぁ。あとはね、あ、正直、バンも欲しい。いや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 。他はね、あまり正直、あのね、女の子があまり可愛くないんで、女の子は今回ね、いらないです、あんまり。ちょっとね、いつもなら女の子結構欲しがるんですけど、今回は女の子あんまりいらないですね。ギルサンダーかっこいいなぁ。待って、ギルサンダーめっちゃ欲しい。ということでね、ギルサンダーちょっと、ギルサンダーとバンと、メリオダス、団長ね、これを狙っていきたいと思います。いや、マジちょっとこれ本当に来てほしい。あんまり俺大体知らないんですけどね。大体知らないけども、やっぱ、やばい、欲しい。かわいい。絵はね、正直あんまり好きじゃないです。ライジングインパクトの時の方が好きだった、絵は。ライジングインパクトのね、トリスタンのとかの方がかっこよかったなっていうのは実際のところ。いや、でも行きますよ。頼む。最初のこれ10連大事ですかね。てかね、できれば10連で2、3体当ててもう終わりにしたい。本音はね。もう、本音は頼む。お願い。よし行くぜ、俺ら、もう。これで当たんないと思う。全然ダウンロードはしなかったけど。お天道様に顔向けできねえよ、マジで。マジで、ってか、ダウンロード走ってない時点でもう終わりだよね、基本。いくら金が来ようがさ、無理な気がするんだけど。お願い、頼む。ダウンロードなんて走らなくても来るんだっていうのをね、ちょっと見せてもらってくれ、本当に。頼むぜ。これ、なんかもう、嫌な予感しか。待って待って、やばいやばいやばい。あ、やばいやばいやばい。わ。これマジか、まあ、マジかっていうか。うわ、これちょっと許せねえわ。ちょ、単発で行かせてください、公開。いや、ちょっと待って、ある。いける。あと10年いけるはず。125個かわして。これでかわして。22連だけ生かして。はい。これでね、まあ、あと多分、ちょっと物語読めばね、多分ジュエリー1個ぐらいは取れると思うんで、それでなんとか、うわ、俺これで出なかったらマジできつい。あ、ほら、あるあるある。これで OK、これで OK。まあ、これは後で見ろ。いやー、マジかー。うわ、なんか、幸先悪いなぁ。嫌な予感しかしないんですね、正直これも。うわぁ、8000円やっちゃったよ、結局。これで、ちょっとダウンロード走れや、まずとりあえず。ちょっと、キャッシュクリアしよう。あ、まあいいや、めんどくせ。行く。ダウンロード走れ!よし !1 個走った!これ来た。絶対もらった。もう絶対来た。1個は来た。てか、金多いな、おい。これやばいやばいやばい。やばい、嘘、待って、これ、すごくないですか。すごくないこれ。一人だけじゃん、金。まあ、確実に来たでしょ。何かは。女の子じゃないといいな。マジで可愛くないから、いらない。待って、データダウンロードしたから来るよな、さすがに。あ、来た。うわ、正直ね、正直言っていいですか、一番いらなかった。いや、一番いらなかったわけじゃないけど、うわ、嬉しくねえな。
だって可愛くないんだもん。ちょっとごめんなさい。あのね、やっぱ団長かバン行くまで、来るまで俺ちょっと、やっぱちょっと引き下がれませんね、これ。ああ、マジか。もうこんなやるし、なんで30年もやってんだろう。ああ、これやべえわ。こんなやるつもり、ディアン、22連でディアンヌだけってさ、こん、だって可愛くないんだもん。ちょっと団長かバンかさ、ギル、よしよし、とりあえずデータラム出したから来るやろ。ギルサンダーかバンか団長だったらもう終わりにするから、もうその時点で。もうやめて。もう、いや、女いらないから、これは。この滞在コラムに限っては女いりません、本当に。結構きついなぁ。ディアンヌ、育てる気しねぇ。まあ、でも新キャラとりあえず当たったから、まあまあまあ良かったのかなぁ。え、何これ？よし！終わり、終わり。ギルサンダーでしょ？終わり。終わりです。よし！オッケー！完璧。もういいです。よし！なんとかね、ギルサンダー来てくれたんでよかった。私は七つの大罪の誰より。そうなの？じゃあお前でいいじゃん。あー、牛島くんから借りようかな。